暗いと不平を言うよりも、進んで明かりをつけましょう。カトリック教会がお送りする心の灯火。朝が来るということ、朝起きるのは素晴らしいと思うことがある。体の隅々までも生まれ変わったように爽やかだ。夜床に着くときは心も体も疲れ果てていて、横になるとすぐ眠ってしまう。そして七八時間の間というものは全く別の世界の人間になってしまう。生きていることさえ忘れてしまっているようである。やがて朝の目覚め、夜の暗闇はすでに薄らぎ、朝の太陽がまぶしく輝いている。体中に新しい力があふれてくるようだ。眠っている間に体の疲労はすっかり取れ、昨日の気疲れも消え去ってしまっている。こんな気分の朝が、朝が、私たちは新しく生きるチャンスに恵まれているのである。肉体的なことばかりでなく、実際に今日の私は昨日の私ではないはずである。良くなっているか悪くなっているかのどちらかであり、そして明日の私はまた違っているであろう。良くなっているか悪くなっているかは今日をいかに生きるかにかかっている。実に今日こそが日々の生活の中で一番大切な日なのである。もし昨日過ちを犯したとしても、今日は同じ過ちを犯さぬように努力することができる。自分の性格に恥ずべき欠点があっても、新しいこの一日がそれに打ち勝つチャンスを与えてくれることだろう。誰にでも失敗ということはあるものだ。しかし過ちを認め、それを直して再出発するだけの勇気を持っていれば、これから先もうまくいかないんじゃないかなどとくよくよする必要は決してないのである。毎朝毎朝黙っていても再出発の機会はやってくる。新しい日々が自分のことだけではなく、新たに他の人々の幸せのために尽くす、そんなチャンスを与えてくれるのである。朝が来るのは素晴らしいと思う。ハヤット神父の朝が来るということ、朗読は坪井好みでした。